はい、皆さんこんにちは。伊賀屋の寺澤でーす。前回ですね、いきなり地球環境や SDGs についての動画を投稿させていただきましたけれども、早速ですね、今回は皆さんが毎日生活している中で地球環境にも皆さんのお体の健康にも関わる生活用品について、もしですね、皆さんが知らないでいることがあって、そのまま知らずに使用しているよりは知っていた方がいいんじゃないかなという情報をシェアさせていただきます。まずですね、いろいろな具体的な生活用品のそれぞれの詳細に入る前にですね、知っておいていただきたい情報をお伝えさせていただきます。これはですね、決してこうした方がいいですよという押し付けではありません。あくまでも伊賀屋がというか、私が正解だと思っている情報を皆様にお伝えをさせていただくだけですので、あとはですね、皆様ご自身でご判断いただいて、ご賛同いただける方のみ動画をですね、見続けていただけましたら幸いでございます。はい、ということで本題に入らさせていただきますけれども、日本では一生のうちにですね、2人に1人はになってしまって、そのうちの3人に1人がそのが原因によってしてしまうと言われております。皆さん、これって非常に恐ろしい数値だと思うんですけれども、このような数値を見るとですね、決して人ごとでは片付けられない状況かと思われますよね。はい。と言いますのは、例えば今皆さんのお隣にいる大切なご家族のどちらか一人がになってしまう可能性があるんです。また例えばなんですけれども、皆様が6人家族だとします。ご両親がいて、皆様のご夫婦がいますね、2人、そしてお子様が2人いるとします。ご両親、ご夫婦、お子様、2人の6人ですね。その設定ではお子様でも若くても何の関係、年齢も関係なく、6人のご家族のうち半分の3人がになってしまう可能性があるんですね。そして、まあ仮にですよ、になってしまった3人のうち2人はの再発に恐れながらも生きていられるんですけれども、1人はが原因で亡くなってしまう可能性があるというデータというか、そういう数値なんですね。はい。この数値の状況が正確かデタラメかは、まあそれは別に置いといてですね、そう言われておりますので、その辺はご了承のほどよろしくお願いいたします。でもですね、皆さん、それって逆に考えれば、だったら2人のうちの1人にならなければいいんです。はい。皆様ご自身のお体が大切なのはもちろんなんですけれども、皆さんの大切なご家族のために、ご家族でなくても皆さんにとってプライベートで特別にですね、大切に思われている相手のためにですね、例えば今パッと思い浮かんだ方かもしれないですね。はい。ご自身のためはもちろんなんですけれども、そのような大切に思われている方のためにも、2人のうちの1人にならないように今現在ですね、できる限りの対策をしてみようと思いませんでしょうか、というご提案でございます。はい。ここからはですね、ちょっと攻めた内容になってきてしまうんですけれども、いろんな、まあ全世界の、日本もそうなんですけれども、いろんな大学や研究所の信頼できるはずの研究結果報告とか論文ってありますよね。そういった研究の結果報告、論文とかがなぜか何年後かに医療機関や製薬会社さん、まあ洗剤とかを
製造販売するような大企業さんですね、メーカーさん。そういった機関というか、まあ会社や機関の都合のいい方向にですね、研究報告や論文が変更されてしまうというか、塗り替えられてしまうんですね。はい。そういう傾向が多いんですけれども、そういった状況を見ますとですね、私としては、どんなに信頼できそうな機関の研究論文であっても、規制が緩くなっていってしまうような方向に向かう訂正だったら、私は信じないことにしています。あ、すべての論文とか、その訂正、結果を訂正するような論文や報告を信じないわけじゃないんですよ。はい。規制が厳しくなるような論文は信じます。ただ、緩くなる論文は信じないです。例えば、この成分は発がん性がある可能性がありますっていう論文というか、まあ報告があるとしますね。そのですね、何年か後に、実はその成分大丈夫でしたっていう風な報告がある場合があるんです。これって大丈夫って言われても、私としては避け続けていきたいと思っておるんですね。はい。よくあるのが、外国ではですね、規制対象のまま、そのある成分の使用中止が継続しているんですけれども、なんか研究報告が訂正されて上書きされて、日本では規制の対象外に外されてしまって、日本で普通にですね、市販されている、まあスーパーとかいろんなところで普通に買える状態で売られている生活用品にも、その成分が使用されていることが結構いっぱいございます。これ調べてみると結構いっぱいあります。いろいろ調べて割と信用できないっていうことが分かったんで、一番信用できる最強のエビデンスって自分自身の体の反応だっていうことに気づきました。例えば私が何かを試して自分の体に合っていないと自分で思った時には、それは制限し続けると言いますか、やめます、やめ続けます。で、何かを試して自分の体にいいと合っていると思ったものは続けますね、継続していきます。はい。ということでですね、皆さんも私がおすすめすることを試して、もし合っていなければ継続しない方がいいと思いますよ。はい。で、もしですね、私がおすすめするものがご自身の体に合っていると思った時は、それこそが最強のエビデンスですので、お続けをいただいた方がよろしいかと思われます。はい。ちなみにですね、そんな私の体質についてですね、ちょっとだけ雑談としてお話をさせていただきますと、私はと言いますと、流行りについていけない体質なのか、流行り病的なものにかかったことがないんですね。最近で言いますと、コロスケですね。まあかかってないんですけれども、ただ、これが私の勉強不足で、何年か前に2回も接種してしまったんですね。なので、今一生懸命勉強して意識をして解毒中なんですけれども、あれって、あ、これってですね、最大最悪の化学物質ですので、絶対的に皆さん注意が必要です。皆さん、必ず必ずです。ご自身でこの成分をですね、ぜひ調べていただいた方がよろしいかと思います。はい。本当ですよ。はい。皆さん、毒というものは、例えば女性ですと、大事な大事な子宮に溜まるんです。あ、こんなおっさんが女性の体のことを言うと、ちょっとキモいかもしれないですけど、これ真面目な話なんで、お願いします。で、あんま詳しくここで言うと、赤番になってしまう、アカウント番になってしまうかもしれないんで、こちらの動画では詳しくは触れませんけれども、
なかなかのやばい成分が含まれておりますので、ぜひ皆様ご自身でネットでも何でもいいです、お調べいただいて、そうでないと私たちの体にすごくやばい成分を注入されてしまうことになりますので、はい。ということでこれについてはこの辺にさせていただきます。そのですね、してしまったこれ2回分ですね、その時も私副反応がないに等しくて、熱も平熱のままでしたし、なんか変化があったとしたらこう手が上がりにくい、こう上げる時にここがちょっと痛いっていうぐらいの副反応というか、ちょっと違和感があったぐらいでしたね。はい。副反応があって仕事に影響があっちゃいけないと思って、次の日が休みの日の前日にしたんですけれども、結果的に大丈夫だったんで遊びに出かけておりましたけどね。はい。あとはですね、生まれてこの方インフルエンザというものにもかかったことはないです。あとは花粉症にもなったことがないです。何らかの疾患で寝込んだこともないですし、38度以上の高熱にもなったことはないですね。37度台はあります。あとは私浴びるほどお酒を飲むんですけれども、二日酔いで起きれなかったこともないですね。で、ここ数年はですね、風邪もひかなくなりました。小学生の頃はですね、風邪はひいたことあります。あ、バカは風邪をひかねえからじゃんっていう声が聞こえてきそうですけれども、多分そうではないと思いますけれども、そうかもしれないですけど、なんとなく今までまあ約50年生きてきた中で、今が一番健康なんじゃないかなって自分自身に思えるほど体も軽くてですね、体調もいいですね。はい。といった感じで、流行りについていけないようなこういった鈍感な体に産んでいただいた両親にも感謝なんですけれども、ここ数年はですね、私自身も私の体には合わないと自分自身が感じた化学物質や添加物は意識してなるべく避けるようにしてます。こういった化学物質や添加物をなるべく避ける生活を無添加生活ということもあるんですけれども、このような無添加生活はガチガチに実行してしまいますと、逆にかなりのストレスになっちゃったり、じゃあ何も使えなくなっちゃうじゃんとか、じゃあ何も食べれるものなくなっちゃうじゃんとか、そういうことになっちゃいます。はっきり言ってそうなっちゃいます。究極の無添加生活を実行するためには、自分でですね、田畑を耕して農耕生活ですね、自給自足をするしかもう方法がないです。そこまでは私できませんので、ゆるーく実行はさせていただいているんですけれども、最初は私もですね、ゆるーくゆるーく非常にゆるーく始めました。今では割と慣れてきましたので、多分他の方たちから見るとかなりストイックに見えるかもしれないですけど、ちょっとは自分でも思うほどがっちりめに糖質制限と無添加生活を実行させていただいております。あ、とはいえですね、私はラーメンと焼肉がもう大好きなので、休みの日、週に1回休みがあるんですけれども、週に1回の休みの日だけは食べていいと、今でもそのようなゆるさを組み込まさせていただいております。普段の生活でですね、特に食べ物に気をつけておりますので、その代わり週1だけはご褒美でという気持ちで、やっぱご褒美がないと続きませんので、ちょっとしたゆるさも必要かと思われますので、皆様もゆるくゆるく始めていただけましたら幸いでございます。あと皆さん、表示指定成分ってご存知ですかね。私も何年か前まで全然知らなかった言葉なんですけれども、表示指定成分って何だかと言いますと、高度の有害な毒性があって、あらゆる製品商品の後ろ側とかに表示しなければならないっていう義務のある成分のことで、人によってはですね、皮膚障害とかアレルギーとかを引き起こす可能性があると
指定された成分のことですね。はい。ここでちょっとですね、日本と外国を比べるためにこの指定された有害な指定された成分の数量をお伝えしますね。まず日本が102種類、アメリカが800種類、ヨーロッパの国々 EU 諸国がですね約5000種類なんです。これを見てわかることが、有害物質と定める基準が日本は欧米諸国に比べて非常に緩いっていうことが分かっちゃいますね。はい。例えば発がん性があってアメリカやヨーロッパ諸国では使用を禁止している物質であっても、私たちの国日本では使用を許可されている、禁止されていないっていう物質が非常に多数ございます。逆にですね、本当これ驚くんですけれども、日本のスーパーやコンビニで普通に売られている、普通に買える商品があります。例えばお菓子なんですけれども、私が幼少期の頃から、子供の頃から食べている馴染みのある有名なお菓子であっても、なんとかチップスとか、あとはですね、焼肉のタレとかドレッシングとかもそうです。アメリカとかヨーロッパ諸国ではそのような日本製品はワーニング、発音はちょっとともかく置いといて、警告文ですね、ワーニングっていう警告文を表示しないと売ってはいけないことになってます。その警告文に一体何が書いてあるかと言いますと、この〇〇チップスにはアクリルアミドが含まれておりますと。がんや先天的欠損症、生殖への危害になり得ますとかですね、この商品にはカリフォルニア州で1000点以上、その他の生殖障害を引き起こす可能性があるヒ素が含まれておりますとか、そういった警告文の内容ですね。はい。このですね、1000点以上その他の生殖障害という言葉ですね、これどういう意味かと言いますと、この商品を食べるとこれから生まれてくるお子様が知的障害とか発達障害の影響があってもおかしくないですよ、不思議じゃないですよっていう、そういった意味の警告文でございます。日本ではですね、ちょっと例に挙げて申し訳ないんですけれども、商品を見てなんだ中国製かよっつってこう棚に戻したりとか、外国製品って敬遠される傾向にありますね。でも逆にですね、先ほどのような警告文を見ますと、逆に外国ではですね、多分ですがこう商品を取ってなんだ日本製かよとか言って、また商品棚に商品を戻すと、そのように日本製品が警戒されているんじゃないかなと、そんな状況なんじゃないかなと私は思っております。もはやですね、日本製が安心安全というような考え方も通用しなくなってきておりまして、日本はですね、添加物大国となってしまったんですね。はい。ということで、意外に業務用スーパーとか敬遠されがちなんですけれども、ヨーロッパ諸国からの輸入品の方が有機とか無農薬の商品が多かったりします。これはですね、いろんな知識がついてくると商品パッケージの後ろ側を見ると分かってきます。結構ヨーロッパ諸国の商品いいものがありますよ。はい。ちょっと何も知らずに商品を購入して使っていたり食べたりしていたら、本当にちょっとではなくて超恐ろしいと思います。はい。本当に超恐ろしいことだと思います。人間はですね、例えば食べ物なら口から入れますよね。ほんでいろんな臓器でですね、肝臓とかのいろんな臓器である程度は解毒してくれます。でも恐ろしいのがですね、有害物質は皮膚とか、まあ毛穴とかですね、粘膜からこう体内に
侵入しますね。皮膚とかから、まあ、経皮吸収で侵入した有害物質は解毒されないまま血管に入りますね。で、血管はもう体中に回ってますので、血は体中に回ってますよね。その解毒されない有害物質はそのまま心臓とか体全体に行き渡ります。そしてその有害物質、毒というのは肝臓とか目の裏側っていうか奥、目の奥とか、女性ですと子宮に蓄積されると言われております。皆様がいつも使用されております歯磨き粉とかですね、保湿クリーム、化粧品とかシャンプーとかボディーソープとか、そういったものには経皮吸収とか粘膜吸収がありますので、知らないで使用しているとなかなか割と怖いものがいっぱいあります。ということでですね、このように普通にスーパーや、まあ、ドラッグストア、コンビニとかで手に入れられる生活用品の中には、今まで人体にしか言ってこなかったですけれども、環境にも人体にも悪い影響を与える可能性のあるものがいっぱい潜んでおります。ぜひですね、ご自身の体はご自身でお守りいただくことをお勧めさせていただきます。あ、別にどっちでもいいやという方はそのままどうぞ続けてそのままの生活をしていただけましたら幸いでございます。あくまでも押し付けではありませんので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。次回からはですね、具体的な生活用品、例えば歯磨き粉、シャンプーとかですね、そういった生活用品の避けたい成分と、そのような有害物質を避ける対策をシェアさせていただきたいと思っておりますので、ちょっとでもですね、気になる方おられましたら、今後ともご視聴いただけましたら幸いでございます。はい、それでは今回はこの辺で。さよならー。